こんにちは、妊娠9ヶ月に入っていまして、入院バッグと陣痛バッグの準備ができましたのでご紹介したいと思います。前回持って行ったけど使わなかったものとか、そういう反省点を踏まえてですね、今回準備したので少し少なくなっているかなと思います。今回陣痛バッグは普通のバッグにしました。前は少し大きめのマザーズバッグとしても使えるような感じのものを持って行ったんですが、そんなに大きくなくてもよかったなと思ったので、もうこのいつも使っている普通サイズのものです。で、中に入っているのは、まあ、普段通りのお財布だったり、マスク、それから母子手帳、タオル、除菌シート、除菌ジェル、ポーチの中は、生理用のパッド1つと、でリップクリーム、小さい口紅、それから目薬、そういったものです。で、病院に向かってる間になんか口寂しくなるかなと思って、飴とかタブレットのお菓子、シュッシュ、これぐらいですね。今入れているのは、直前に追加するのは飲み物2本ぐらい今持っていったら安心かなという感じですかね。入院バッグはこの、スーツケースを1つ持っていきます。これぐらいのサイズのものです。で、ここに入れていくのが、まずは私のパジャマですね。私はワコールマタニティの半袖パジャマなんですが、これ前開きになっていて、で、横にももうパカッと開けられる授乳口がついています。丈は膝丈くらいなんですよね。これでセットになっているのがこういったパンツで、この上下セットをもう一つ持っていきます。色違いでこういったバッグに詰めてるんですけど、これもう前回から使ってるのでちょっとヨレヨレですが、この色違いのものをもう一つ持っていきます。で、まあ、途中で、夫に来てもらって洗い替えをしてもらえるので2つにしようかなと思ってます。レギンス、体温調節にあると便利だなと思います。それから羽織物、病院の中なのでそんなにパジャマでうろうろしても全然気にならないんですけれども、これも体温調節だったり、気になる時に羽織って病院の売店に行ったりとかもできるので、こういった羽織物一つあると便利かなと思います。それからここには三色ショーツ3枚入っています。これ前回買うかちょっと迷ったものだったんですけれども、本当にあってよかったなと思います。産んだ直後って下着を脱ぎ着できる感じじゃないんですよね。なので、こうベッドに寝転んだ状態で産後のチェックを1日に何回かしてもらうんですけれども、その時にバリッとこうもう開けてもらって勝手にお願いしますっていう、そういう状態になってたので、三色ショーツは本当にもうあると便利だなと思います。三色パッド、これはうちの病院では L サイズのもの1袋と M サイズ1袋をもう向こうで用意してくれているので、そんなに数はいらないからちょっと足りないかなという分だけ持っていきます。一番使ったのは L サイズですね、私は。なので L サイズをプラスで3枚入れています。で、これはちょっと前回余ってるものがあったので、一応 M サイズも持っていこうかなと思ってる感じです。母乳パッドも、5枚ほど入れているんですけれども、これは、全く使わないかもしれません。私は前回はそんな最初から母乳がちゃんと出る感じじゃなかったので、母乳パッド全くいらなかったんですけれども、今回わからないですし、まあそんな重いものではないので、入れてます。そして、骨盤ベルト、これはワコールのものなんですが、そんなに使うものではなかったんですけれども、産後はちょっとね開きが気になったりとかしてしまうかもしれないし、使える状態だったら使ってみようかなという感じで持っていきます。もうこれはね、絶対皆さん入れてると思いますけれども、ペットボトルにつけるストロー、やっぱり出産の時はこれがあって助かりましたね。もうこのベッドの枕元にゴロンと置いておいて、すぐこのまま飲めるっていうのはとってもありがたかったので、これを今回も買いました。そしてエコバッグ、産院の中を歩く時とか、夫に、洗濯物を渡す時とかにも使えたりもすると思うので、一つ入れていきます。そして着圧ソックス、これはもう必須です。私は産んだ直後に足がバーンと膨れ上がりまして、パンパンになって見たことのないような感じになりました。3日ぐらいで収まったんですけれども、でもやっぱりね、ちょっと痛い感じ、足のだるい感じっていうのはこれがあると違ったなと思いますので、今回持っていきます。
それからスリッパ、病院にもあると思うんですけれども、普段履き慣れているもので、部屋の中、それから病院にある売店に行くときとか、それまあどっちでも履けるようなものを持っていこうかなと思います。クロックスとかそういう感じのものもすごく歩きやすいと思いますし、あと足がバーンとむくむので、行くときに履いていった靴が履けない場合があるので、そういうことも考えて持っていきます。歯ブラシセットとティッシュ、これは病院から持ってきてくださいと言われていますので、これも入れています。そして除菌のウェットティッシュ、これは前回かなり使いました。途中で夫に買い足してもらったぐらいで、やっぱこう赤ちゃんをね触る時とかでおむつ替えっていうのも何回もあるので、その度に手を洗うっていうのがちょっと難しかったりとかすることもあるので、とっても便利でした。多めに持っていきます。洗濯ネットも持っていきます。ここに、汚れたものとかを入れて、でそのまま夫に渡して、家ですぐ洗濯機に入れてもらえるように、これとてもあると便利です。それからビニール袋をいくつか入れておきます。前回はジップ付きのビニールバッグをサイズ違いでいくつか準備していったんですが、なんかそこまでしなくてもパッとゴミ袋にできたりするようなものでいいかなと思うので、今回は普通のビニール袋です。ポーチには、赤ちゃん用の爪切り、やっぱり生まれた時結構伸びてましたね。それからピュアレーン、乳首ケアは絶対いりますね。私もすぐボロボロになりました。で、正常面、これは前回は使わなかったんですけれども、授乳の時というよりは自分のオロの処理をする時とか、そういう時にあると便利って聞いたので、今回持っていこうかなと思ってます。で、ガーゼハンカチ、これちょっとまだ水通ししてないんでこれからするんですけれども、これも5枚くらい持ってきます。そして私にとってはとっても重要なお菓子類、チョコレート、あ、これ私が宣伝させてもらってるやつです。 MCT スタイル持ってきます。で、普段から食べている干し芋で、こういうキャラメルとか、あとそうですね、和菓子も直前に買って大福とかも持っていこうかなと思ってます。病院食だけにしてくださいっていう制限があったらダメなんですけれども、前回はそういったことがなかったので、お菓子をずっと食べてました。もうかなり持っていったんですが全部なくなりましたね。ちょっとだからこれだけじゃなくって、まだ買い足して持っていこうとは思っているんですけれども、ちょっとね、すごく食欲がやっぱり産んだ後とかありまして、で全然病院のご飯だけじゃ足りなかったので、こういったものとか途中で菓子パンを買ったりとかしてましたね。相当食べてました、甘いもの。でもそれがこうちょっとほっと一息つける時だったりするので、今回もこのお菓子を食べるのを楽しみにしてます。そして家族写真も持っていきます。前回は夫との写真を持って行って、携帯とかでももちろん見るんですけれども、パッとこう目につくところにあるとすごく元気が出るんですよね。陣痛で痛い痛い痛いってこうなってる時に、こう家族写真とかを見るときっと頑張れると思うので、今回も持っていきます。ここにはコード類を入れています。延長コードとか充電器とかですね。延長コードも特にいらないかもしれないんですが、一応念のため入れてます。で、充電器は長い方がいいと思います。私は前回2メートルのものを持っていきましたけれども、今回もそういったものにします。寝ながら携帯をね見たりとかもできるので便利でしたね。今回も面会制限されていますので、このスマホの三脚を持っていきます。これとっても便利でした。赤ちゃんにミルクあげてるところとかも、これを置いとくとね、両手使えて、そういうのも記録に残せますし、すごくあってよかったなと思います。で、これは必需品ではないんですが、化粧ポーチと、ヘアワックスとかヘアオイルとか、そういったものですね。前回お化粧したのはもう退院の日だけでした。そんな感じの余裕もないし、気持ちもそういう風にならないし、家族とテレビ電話はしますけど、別にね、お化粧してなくても何も問題ないので、結局しなかったんですけれども、もし自分がちょっと、こう、ちょっとだけ髪の毛にね、なんかワックスつけたいなっていう気持ちになるかもしれないし、一応持っていこうかなと思ってます。それから、ちょっと今用意できなかったんですが、ボディミルクも持っていきます。
これ前回本当にあってよかったなと思いました。自分の好きな香りで、私はオーパラディっていうところのフルールが好きなんですが、そのいつも使っている大好きな香りっていうのは陣痛の時とかにも癒されましたし、出産の前の日に来る前駆陣痛もじわじわずっと痛い、でも寝ないといけないみたいな、そういう時にもなんかいつもの香りでちょっとこう安心したというか癒されたんですよね。なので今回もそれを持っていこうと思ってます。あと大事なものを言い忘れてました。カップ付きのキャミソールとかタンクトップとか、そういったものも持っていきます。授乳の時にとにかくねパッとこう出せるものがいいので、授乳ブラジャーでもいいと思うんですが、それも必需品ですね。で後から、夫に持ってきてもらおうと思っているのが赤ちゃん用の、洋服で肌着、それからおくるみで、私が退院する時の洋服で、あとこうマッサージ機、前回私クーってこういろんなところを掴んで息んで首と肩が筋肉痛になったんですね。なので、すごくそのマッサージできるものとかがあるととても良かったなと思うので、今回もちょっと後から持ってきてもらおうかなと思ってます。前回持って行ったけど使わなかったもので言うとハンガー、簡易的な、ハンガーを持って行ったんですが、産院にあるものだけで十分でした。でそれから汗拭きシートとかハンディ扇風機、これはだいぶね出産の時に暑いかなと思ったんですが、まあちゃんと空調はやっぱり効いていたので特に必要はありませんでした。今回の入院バッグはこんな感じなんですが、足りなかったとしても、売店に大体売っていますし、でお願いしたら貸してもらえるものもあったりもしますので、やっぱ事前に、病院に確認しておくと荷物が少なくて済むかなと思います。出産準備のベビーグッズもいろいろ買ってきましたので、またそちらもご紹介したいと思います。